皆さん、顔を出すのは久しぶりですね。30代ダメ人間代表こと YouTuber の柊木美優と申します。見ての通り、ここ数ヶ月コンビニに行くか銀行に行くか以外、まともに外に出なくなってしまいました。その結果、美容室にも行かず、こんな惨状です。許してください。僕がどれくらいダメな生活をしてるかと言いますとね、家にいる間はまあだいたいこのね、まあゲーム実況部屋でまあゲーム実況を撮ったり生放送したり、まあそんなことばっかりですよね。飯もコンビニ弁当か出前ばっかりだしな。運動する習慣をつけようと思って買ったこのエアロバイクも結局全然使わなくなっちゃいました。やっぱり家の中で何か運動しようっていうの自体ちょっと俺無理があると思うんだよね。やっぱりね、ただ淡々と時間を過ごしてしまう刺激のないこの引きこもり生活良くないと思うんだよな俺な。ということで今回はちょっとね、スリリングなゲームをやっていこうかなというふうに思います。このオキュラスクエスト2で。ということで今回はこちらのゲーム、スターウォーズテイルズフロムザギャラクシーズエッジやっていこうと思います。途中までやったんですけど、私柊木美優、このゲームではドロイドの、修理作業員となって、物語を進めていきます。時代背景としてはまあ、エピソード8とエピソード9の間ぐらいとのことですね。はい、その後ということで、まあその後って何？まあ海賊にね、襲われたんですよ、僕。海賊に襲われて、墜落したとこからのスタートということでございますね。うわっ、ブラスターがあるぜこれで海賊たちをなぎ払ってやったところから脱出ポットで、地上に落ちてきたと。そこからスタートですね。めっちゃ怒ってる。ここがお前の家だと思ってるのか。出ていけ。そっちがその気ならこっちだってグーッつってめっちゃ怒ってるぜ。なんだなんだ、喧嘩か。お前も銃持ってんじゃん、怖すぎるだろ。わわわわわ、シーゼルスラック飲み物売ってるからな。すげえなマジで。あのね、これね、使ってみないと分かんないと思うんだけど、ガチでね、立体感が半端ないのよ。オキラスクエスト2ってマジで目の前にいるぜこれ。お、何お前、やばすぎ、いるってここに。ムーボー、いやムーボー、よろしくな、あよろしくな。おなんだなんだ、こんにちは。緊張するな、緊張するだろお前。どう考えたときは俺のことが気に入った。もうこれね、これ周期中和剤。ああ、俺が臭かったって誰が臭いってことだろお前。うちは落とすぞ、仕事に取り掛かろう。スペシャルパッケージ、これで確認できるのかい。なるほどね。お前の船の貨物は諦めてないと思うぞ多分な。そう、そのなんか俺の船の貨物を狙って海賊が攻めてきたんですよ。なんだなんだ、ドロイドデコ、わかった頑張るぜ。わお、That really took a depressing turn at the end. Hey, you need a drink? I need a drink. I need a couple drinks. なんかくれるんすか？
銀河系の飲み物ならほとんど何でも作れるがユニークなやつもいくつかあってね、秘密のレシピみたいなもんじゃない。バトゥールでしか手に入らない特別な材料を作る。ここでバトゥールで手に入れたレシピを使って特別なドリンクを楽しむこともできるということですね。そう、これがね便利なんですよ。これを押すと通信ができるんですよね。通信ができて、これを押すとスキャンができると、で目的地を教えてくれるということで、そっちに行きましょうって感じですね。で、自分の体を動かさなくても方向スティックを倒すとこう視点をね回すこともできますと。で、移動先スリーサンズオーバールック、さあ到着したな。いや、凄まじいな、マジで。これはん、お来た、よし、バトゥーワイルドに着いたな。そういえばリモートドロイドが収穫、ちょっと読めなかった、もう読めなかったけど、これどんな感じ。いや、やばすぎこれ。高所恐怖症の人ガチでビビるぜこれ。いやー、すげえなー。もう家にいながらテーマパーク顔負けのね、この世界観、この体験、半端ないっすよマジで。本当にね、この場にいるみたいな感じですからね。で、ここを開けると、あれ、あ、そう、これねマルチツールがあるんですけど、これですね。これがマルチツールで便利なんですよ。まずこのドライバー、ここにあるドライバー、これですね。これを開けるためのツールであったりとか、あとはこの電気を使って何か作業をするときはこれを使うと。で、逆にこれはバーナーですね。これで何か焼き切ったりするときはこのバーナーを使うと。これが非常に便利な、マルチツールとなっておりますということで、早速これ外しちゃいましょう。よし、よし、外して戻すと。で、掴んで開ける。で、これを掴んで回すのかな。よし、お、通信だ。ふむ、おや、リモートドロイドを見つけたみたいだな。どこに行ったかと思ってたんだ。よし、試してみろ。すごくエグいんだぞ。ちょこっと致命的だから。ん、大丈夫かそれ。致命的なのか。うわ、なんかいっぱいいろいろある。で、え、俺このブラスターどうすればいいのこれ。あっちにもブラスターある。これはちょっとね、あ、ああ、俺のブラスターが、あ、よいしょ。ちょっとね、この先ね敵がいるっぽいんだよ。いた、ほら見えた、みんな今ほら撃ってきてん。もうあいつら倒そうぜ、このブラスターの、ブラスターで。いやー、きっつ。で、これを使うと体力回復できるんだけど、まだ必要なさそう。くっ、難しい。ちょっと前に移動した方がいいかもな。そこまで移動する。うっ、俺大丈夫、カメラ映ってる。一体倒したな。やった？やったっぽいな。やってんね。いやー、めっちゃ体動かすからきついぜこれ。よし、このまま直進だな。まだ敵がいるかもしれない、気をつけよう。いやー、緊張するなこれマジで。移動、どっち、上にも敵がいる。移動しろ。くそ、二丁拳銃とかもできん、二丁拳銃もできんじゃんこれ。よし、あー、なるほど、こうだ。ここはこうやってバーナーで
溶接部分を焼き切ろうぜってことか。いやすげえ、マジですげえ。俺カメラ映ってる？ちゃんと。俺大丈夫？カメラ映ってる？よいしょ。あ、ここで新しい武器が手に入るのか。で、あ、で、ここもさっきと同じあれだね、溶接で開けていく感じだ。いや、喋んの忘れちまうな。ゲーム実況者なのに喋るの忘れちまうぜ俺。なんかね、それくらいね、没入感が半端ない。集荷目録を見ていたら、船にはデポで売れそうな試作ドロイドも積んであったことに気づいたが、とにかくもし見つけたら教えてくれ。クレジットやるぞ。はい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 。よし、行こう。なるほど、こうするんだね。やっとこのブラスターの使い方分かったわ。ショットガンなんだけど、これでここの熱を冷却するみたいな。ショットガンなんだから近くで撃たないと意味ねえだろ。ちょっとね、武器がもう弾切れなんで、これ二丁拳銃やっていこう。ただね、二丁拳銃ね、この目の前のレバーを引かないといけないんで、実質無理なんだよな。なんで一本ずつ使うしかねえ。またどっかで敵と出会うかもしんねえ。いるし、おれ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 、すいませんでした。許してください、許してください、何でもしますから。ヘッショット。戦闘がねマジで半端なくて、半端なくて喋るの忘れちゃいますね、このゲーム。もう一心不乱だからね。ヘイ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 、まだいるかな。おれ、爆発する爆発する、いてぇ。あ、まだいんの。逃げすけ。はい、ということで、ゲームパートを見ていただいたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ純粋にね思ったのは、やっぱり実際自分の体を動かしてブラスターで攻撃したりする戦闘がもうとにかく面白かったですね。うん、これは本当にオキラスクエスト2でしか味わえない体験なんじゃないかなと思いました。で、動画で見せた部分の先もね、結構戦闘が多めで、もうとにかく打ち合い打ち合いみたいな感じで、もうね最後の方は汗だくになってプレイしていたんです。これね、ただの普通のテレビゲームでは味わえない体験が家でねできるんで、本当にオキュラスクエスト2の可能性をやっぱり感じますよね。 VR ゲーム最高です。で、今回遊んだスターウォーズテイルズフロムザギャラクシーズエッジなんですけども、やっぱりあの伝説のねスターウォーズという作品の一登場人物としてゲームをプレイしていけるので、とてもワクワクするし、あと映画のオリジナルキャストが登場するみたいで、フランク・オズがヨーダを演じており、アンソニー・ダニエルズはC3PO として出演しているということで、まあ映画原作ファンもね、とても楽しめるゲームなんじゃないかなと思います。ゲーム性としてもやっぱりマルチツールが結構いい味出してたなって思いますね。一つの装置でまあ溶接焼き切ったり、電気を使って充電したりとか、あとはドライバーをね外したりっていう、そのまあ、アクションが一つのツールでできるんで、まあ、非常にストレスがなくプレイできました。まあ、ゲーム自体はストーリーに感情移入しながら、その見知らぬ惑星の中をね探索するっていう探求心も満たされるので、本当にねやりごたえのあるゲームなんじゃないかなと思いました。もしこのゲーム気になった方いらっしゃいましたら、下の概要欄の URL をぜひぜひ
チェックしてみてください。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。おつらぎです。また会おう。